はい、おはようございます。皆さんで新しいダンジョンが出てきましたね。スペシャルダンジョンで、これはねコラボイベントじゃないので、まあグローバル版にも出るはずです。後でこいつらは星ロックの割に結構強いんですよ。星7に比べると。うん、はい。で、昨日やったんです。まあこの炎のおじいさんね、一発で撮ったんです。アニマが出た。まあ結構強いんですよ。スフィアね、ベイオルクとカテダイクでこんな、ステータスになってます。まあ星7に比べると、まあ結構ね、もう星7だったらもう4000以上だったっけな、ステータスは。まあでももう悪くないんです。もう使えるんですよ、こんなステータスだったら。エルサの防御力もそんなに強くなかったと思います。はい、でしょう。もう使えるんですよ。はい。で、リーダースキルはね結構面白いんです。星7に比べると結構、まあ比べる価値があるんです。星7に結構強い。残り HP が多いほど攻撃力を大幅にアップと、攻撃 BB の威力を調節アップ。まあ残り HP が多いほどで、プラス 80% ですの HP が満タンだったら、 HP が0だったらプラス 20% で、 20% と 80% 合計はプラス 100% ですね。攻撃力 HP が満タン時で、攻撃 BB の威力を調節アップのはプラス 200% なので、全部合わせてプラス 30% 攻撃 BB に強い。 HP が満タン時、 HP が半分だったらプラス 260% ぐらいはまだできるんですよ。これね、グローバル版の星7シェニアに比べると、まあ威力はこっちの方がいいかな。シェニアは確かプラス 230% だったっけ、リーダースキルは BB ダメージ。うん、だけどダメージだけです、このリーダースキルは。まあ、ゼニアはまあスパークダメージっていうか、スパーク GBB ゲージがそうかのがついていたので、まあそっちの方が優秀かな、まだ。でも威力はこっちの方がゼニアより高いんです。すごいでしょ、星6の割に。で、ブレブバストね、ランダムで敵全体に強力な炎属性30連ダメージと、味方全体に3ターン確率で怪我麻痺を発生する効果を付与。で、ランダムってさ、ダグラスのビビみたいと同じです。敵一人だったら、全部入るんです、ダメージが。で、ダメージの、パーセントはね、結構強いんですよ。プラス 1000% なんです。もう、リリースの SBB と同じです。威力が。だけど、ランダムだから、敵一人じゃないとダメージがすごく下がるんです。敵二人だったらまあ半分半分ぐらいかな。で、スパークはまあそこそこかな、単次連だからまあ悪くないと思います。で、確率で怪我麻痺発生する効果を付与。これは面白い。ロステならまあスーパーブレブバストにはね、敵全体に強力な炎属性 30% と、味方全体に3ターン状態以上の敵へのダメージを大幅にアップ、全属性の弱点ダメージを少しアップ、状態以上の敵へのダメージがアップ、これがプラス 160% です。はい、もう星7クラスですね。星7と同じです。オンとドレファースのバフと同じです。同じプラス 160%、 これはすごい、星6だからすごいんです。で、BB には怪我と麻痺発生する効果付与のがあるので、他のユニット、状態以上できるユニットすれていなくても大丈夫です。このユニット1人だけでも使えるんですよ、 SBB バフが。で、弱点ダメージアップのはプラス 15%、 これは弱いんです。30連ダメージ、これは
面白い。バトルクリスタルが多いかなと思います。で、ヒットが多いので、スパクしやすいはずです。まあ、とりあえずね、このユニットはね、星6の割に、星7に比べると結構ね、まだまだ使えるんですよ。強さは、まあまあ、そこそこ。弱めのがあるんですけど、強いのがあるんです。星7に比べると。まあ、星7のパーティーに入れるのは、まだまだ OK だと思います。星7に比べると、星7だったら指火があるんです。エクストラスキルがあるんです。まあ、エストラスキルはエルギーフからもらえるんですけど、指火はもう仕方ないんです。それが弱点、星6ですね。はい、じゃあ使いましょう。こいつのダンジョンに使いましょう。結構硬いんですよ。はい、レベル7やりましょう。まあ、昨日はね、ダブルシリーズでやったんです。まあ、全てオートバトルなんですが、ラベルドが死んじゃったんです。すごいんでしょう。これ、星6のダンジョンなのに、こんなパーティーでも、このラベルドが死ぬことができるんです。まあ結構あれって感じだったんですけど、まあいいよ、やってみましょう。まあラスリーダーですね、うん、さっきの同じで、ラベルドはこんな感じです。エルザ、サガフェル、ルキナ、シリウス、あ、アイテム、ちょっと待って。はい、じゃあ冒険に出る。これね、結構面白いんです。このダンジョンはね、まあ最初にビゲージを満タンにしましょう。あ、敵が3体あるので、こいつのビビ見ますかね。こんな感じです。ランダムです。で、除大城もある。面白いでしょ。はい、まあスパックしやすいかどうかこれで見えるんです。まあ、ランダムだからさ、30連は30連です。敵全体だったら30連ダメージだったら、敵2人の、がいるときに、まあ、60連になってるんじゃないですか。スパックも2倍になる。だけどこいつは、スパックはそのままです。で、スパックしやすいかどうか見ますかね。あ、とりあえず、ビビアニメーション見ますかね。まあ、スパックしやすいと思いますね。スパックしやすいと思います。すごいな、これ。うん。あ、こいつの HP がね、ラベルと、に比べると、こいつの方が高いんです。まあ、こっちのラベル量はオラクルだからかもしれない。で、スパックしやすいと思います。じゃあ、やります。音で、すぐ満タンになると思います。ヘビーゲージですね。シリウスは結構遅いんです。こんなターン結構遅いんですね。最初にはスパークしやすい。面白い。で、水上攻撃のアニメーションまだ見ていないんですね。じゃあ、お、悪くないかな。悪くない。で、水上攻撃がね、8連で、8連で、バトルクリスタルが32まで。悪くないんです、すいません。これは、まあ、アリーナには使えると思いますが、アリーナの AI は、キクリと同じぐらいかな。うん。はい。じゃあ、こいつね、
一応全力でやります。硬さが見られるはずです。こいつ指は使わない。多分指使うとワンパンチなんですけど、これです、これです。シリウスのリーダースキルとこいつのリーダースキルで、うわ見た、あ死んじゃった。このダンジョンはね結構ね、新しいプレイヤーには結構難しいと思いますが、まあ私だったらまあ多分オートバトルで勝ってるんですけど、はい、満タンなら、うわまた死んじゃったんですけど、これはどうするんですかね。まあすまないねこいつ。まずおああまさかまた死んじゃうんですかね。まあ適当でも勝てるんです。これは今度は適当なパーティーなんです。昨日一つぐらいですね、一回だけやってみたんです、これ。まあ、オートバトルで勝った。で、ラベルドが死んじゃった。で、まさかね、うん、創生アイテムがね、3個も使っちゃったんです、このダンジョンには。お、取った。お、ラッキーだね、うん。まあ、ラスのダンジョンはこんな感じです。結構痛かったんですね。ラストユニットそのものは悪くない。タイプロール今回いらないかな、もう一つだけで十分です。でアリーナで使ってみますかね。 HP が満タン時攻撃力プラス 100% なので簡単にワンパンチできると思います。まあアリーナにね今はね、もう簡単に SPB ゲージが最初から満タンにすることができる。なので、こいつの SPB が、まあ、とりあえず、あれかな、満タンになるはずです。なので、ランダムの攻撃はもう問題ありませんと思います。はい、最後かな。はい。まあ満タンじゃない、満タンにならなかったプラス、まあ SBB っていうか BB 発動率は結構ね低いかなと思います。ラグアンアイリスに比べると、はい、面白いお白くキャラなんです。ご視聴ありがとうございます。また見てね、バイバイ。アニマパンチ。